どうもご無沙汰しております。ほんまや、はい、大丈夫やったんかい。大丈夫だ。いやもうたまさかほんま、ちょ待って、2人ともマスクしとったらお前そうやったんか。いやそうやったと思うから僕もだからつけてますね。怖いやんこいつ。それお前金カップちゃうんか。日券用の。そう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 。いやちょっとね、前回休んでたから、もう怖いからつけとかな。朝起きたらね、立ち上がられへんかったんでしょ。なんでやねん。なんでや。ほんで、トイレ行きたいから、立ったらね、もう襖にドカーン行って。トイレ行きたい時、立ったらってどっちがや。体が。あ、体が。体がね、それは何、ね、その前回の当日の朝。当日の朝。それ前日までは普通やった。うん。で、ギリギリまでシャワー浴びて、いやー、行かない行かない思って、1階まで降りて、うちマンションなんですけどね。だから、1階まで降りたって何階から？2階から。ああ、普段2階以上住まれて、あ、恐怖症か。そうそうそう、恐怖症、恐怖症。で、扉を開けて出ようとしたら、手に力が入れへんかって、扉開けられへんかったから。どんななっとんねん。で、もう帰ってすぐ LINE で、ちょっと体調不良のため、今回はお休みさせていただきます。あ、扉ってそのマンションに出てく扉を、あの、大きい扉が弱けるから。あ、そうなんだよ。でも、ね、家の扉を開けるってな。冷静に考えたら、押すのにここ引いてたみたいな。あ、おやね。ほんでね、吉本新喜劇やねん。その日ね、まあ、お休みさせてもらって、まあ、やっぱ、原因をやっぱり探さない。そらそらそら。そらそら。まあ、今ね、まあ、別に何もなかったからな。で、いろいろ考えた結果、分かったんですよ。うん。朝4時まで飲んでたから。なんじゃそら。かなり飲みすぎか。5回ぐらい入った。どんだけ飲んどったんや。熱があったりとかってわけでもないの。全くない。完全にちょっと内臓を言わしとっただけだよ。これいらんやんけ。そう、いらんよ。いらんのかね、せっかくつけたのに。金カップせっかく外しちゃったのに。そんなに。どうやら最初ほらは二日酔いということで。何やそれ。でもそんなごっつい二日酔いなんか俺初めて聞いた。いや、あのね、例えばね、こう20代の頃やったら、朝まで飲んでも仕事行けたでしょ。確かに回復力は違うわな。今はもう無理。お前そんなんだ。調子乗ったら飲むのよ。でも全身の力抜けるほど残るってすごいぞ。そやけど、いやそれでもビビリの君がやで、この状況の中でね、飲みに行ったりとかしてたの。あ、ちゃうね、まあちょっと、まあ事情というか、3月にちょっと仲間一人、ちょっと病気で亡くなって、で、まあ今年の3月。あ、そうですね、まあコロナ禍の中でやっぱり葬儀、通夜葬儀がやっぱりなくて、お別れ会もないと、の時にその子の両親が、みんなにちょっと線香あげてもらって、軽く食事でもどうですかと。なるほど、なるほど。で、みんな、まあ、感染拡大予防の対策して、ベランダは換気もして、で、みんなで手合わしに行って、ほんならそこでご両親の方と数名の仲間で、あ、その人の家で飲んでるんですか。最初はね。なるほどね。6時半ぐらいから、まあちょっと軽い食事と飲み会が始まって10時間飲んでたんだ。気がついたらもう夜11時やったんですよ。で、何を思ったんだか知らんけどね、僕そこまで自転車で行っとったんですよ。ほんなら終電気にせんでええから。あ、なるほどな。どれぐらいの距離やん。そうや、そんな遠くはない。チャリンコで大体どれぐらい、何分ぐらいかかるの。あの、某有名な中古のセンターの名前がついてる地域です。あ、はい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 。それをね、やっぱり頑張っていけるから。あ、そうそうそう。ほんで、それ終わってから、僕の友達が、まあ、これさん知ってるんですけど、バーを経営してるんですね。ほうほうほう。で、定休日なんですよ、その日は。ほうほうほう。せやから、誰もおらんし、3人でちょっと飲もうかと。あ、店開けてくれるんですか。そうそう。で、まあ、看板を入れずに、で、カウンター10人ほど座れるのを2つずつ席を空けて3人で、こういう感じで飲んでたら結構遠い感じ。もうこれリモートぐらいの感じでさ、はいはい、ほんだらやっぱり面白くなってきて、気づいたら4時までコンコーダーを乗って、で、それをね、チャリンコで帰れたんかよ。ちゃうんですよ。6時まではそのままカウンターで寝てたんですよ。で、ハッと起きて、あ、収録やと、で帰らなかった。もうお茶1リッターぐらいぐわーって飲んで、でも安全運転で帰ってきて、途中まあちゃんと押したりね。で、一回寝たんですよ。で、10時半ぐらいに起きて、起きようと思ったら襖に突っ込んでしまって、ってな状況なんですね。襖の中だと。襖はまあバターンと取らなかった。タオルだけや、穴開いてんから。穴開いてんから。
とさ、あの辺銭湯とかいっぱいあるやんけ。まあまあまあ、いや最近朝風呂やってないよ。やってない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 、やってない。銭湯もなくなったでしょ、ね、またなくなったでしょ、ね、で今普通のうちの近所の銭湯でも前は12時までやってあったから、ね、10時で終わったから。そうか、そういうことやった。そう立ち上がれんほどの。ちゃんとでも帰ったのは偉いな。帰って途中でこけたりして、怪我してなかったから、それはまだよかった。お前調子乗るからな、あんまり酒強ないと。多分だから家帰った途端にはふわーっと気抜けのものから全部ドーン出てきよって。特に今年なんか僕外食、まあ昼飯はね、うん、最近でこそちょくちょく行くけど夜も居酒屋さん一切行かないようになったから飲んでない。 いや家では飲んでるんですよ。家ってそれやっぱ言うの飲まへんやろ。あのね、家って異様に酔わないですか。なんか俺家で飲めへんから分かる。安心するからやろ。まあそう、気抜いて、あ、多分分かる分かる。すぐ寝れるっていうのもあるから、寝れるでもあるからな、うん、気がもう緩んだまんまで飲んでるもん、鼻から。それはあるな。奥さんびっくりせへんかったんかい。奥さん平気でしたよ。いつものこと、うん、うち門限朝7時ってなってます。何年か前にここで忘年会した時もせやけど、うん、弱いのに調子乗って飲むから、はいはいはい、あのね、楽しかったらそうなる。そうなるなる。で、後で気づいたら、ああ、よとろでええになってまう。帰り、自転車、トラック、あれやけど、あれ行くので一遍やった時、そうそう、僕の手のトラックに取る、チャリコ乗せて、こいつ助手席をもう一回押し込んで、うん、ずっと横で文句言うと、大丈夫や、帰るわ、帰るわ、とか言いながら。もう50前のおっさんがそんなことやってんの。かっこ悪っ。アホやでよ。あの時チャリンコで帰るから、これチャリンコで帰られへんって言ってみんな言うとったもんな。で、その後に、たこ焼き屋さんでやった時もあったんですよ。その時で、その前の時かよ。あんな要するに南の時は、そう、ね、寺の時、あ、寺の時、寺でやった時にそうやって、たこ焼き屋でやった時は帰るわって一人で帰るのはええねんけど、上着着るじゃないですか。で、まずこうなんか中にシャツが入ってますからね。ここへカバンをかけて、その上から上着を着て、で、カバンの中に自転車の鍵が入ってるかして出したいねんけど、これ自分のこの服と上着で挟まっているもんやから取れへんねん。で、チャリンコの鍵はここやねん。これが手取りの。あ、カバンの中に入ってるの。そう、うん、何してんのお前。鍵が取れへんねん。もう腹立つ。このカバンも取れへんねん。取れへんねん。交差点で一人でやってた。それそこどんなやつそれ。お前じゃおかしいな。それ見とくよ。人の話だと思って。お前せやけどな、もうだんだんさ、自分の色の話聞くやろ、やっぱ酒飲んでの心配だからさ、考えな。考えます。はい。俺もでも今のであるわ、あの飲みに行っとって、会社の地下鉄で帰らなかったんだけど、俺の体重がベロベロになっとって、あれベストに取って、あのダウンのベストに取ったからごっついやんか。で、その下にダンガリーかなんか着とって、で、うわーって飲んでたから、なんかだっていっぺんそれ飲んでねえんやろな。来た時、さっきダウンのベストの上から俺ダンガリー着てて、で、中にもっこもっこやって、なんで俺こんなもっこもっこやんやろな。それも一緒やん、中にあのカバンがあるから、もう取られへん。分からへんとか。なるでしょ。腹立つねやろ。自分はちゃんとしてるつもりでも、ずっと怒っとんの。だって俺人の話とかめっちゃムカついてるもん今の。その話。途中で聞いてるの、あ、首にかけてるからやと思ったら、関係あるやん。こっちも止まっとんの。そうそうそう。ちゃんとしよう。はい。